フレックスのレッスン3ですね、のパート2ですか。何の話でしたっけ？交換留学生の話？あ、ちゃうわちゃうわ、エネルギーの話か。なんかエネルギー資源なくなっちゃうからね、みたいなね、安定したエネルギー源を、どうしましょうみたいな話だったっけ。 Sometimes 時々 produce enough、 まあ、じゃあね、なんか、何エネルギーやった、グリーンエネルギーや、グリーンエネルギーっていうのを使うようになったんやけども、それは安定性がないと、ね、なんか天気によったり太陽が出てる出てないによったりするよみたいな話や。で、その次のやつね、いきます。Is there any solution to the energy problem? エネルギー問題に対して、この to は矢印な、に対してってことよ。エネルギー問題に対しての、何か解決策はありますか？この any も何かって訳したらよ。何か。ソリューションは解決策な。解決策。解決。解決。ちょっとぐちゃってなっちゃった。前は解決策。こうやったっけ、策。そうやな。オッケーオッケー。Is there やからありますかってことなん。There is there の疑問文やから、エネルギー問題に対して何か解決策はありますか。JAXA is now working on the big project。JAXA は今大きなプロジェクトに取り掛かってるんだと。Work on 取り掛かるとか言うたらええんちゃう。まあ一応ね、B 動詞プラス ING で進行形になってますんで、取り掛かっているっていうふうに言ってあげたいかなと思います。まあなんせ大きなプロジェクトを取り掛かってるんだと。They are planning to build satellites in space and produce energy there. 彼らは、プラン、計画しているんだよと。なんのっつったら、これは to は後ろ動詞の原形記号からな、不定詞を。Build satellites。Satellites は人工衛星です。ですよね。人工衛星。衛星でいいか？いや、人工衛星でいいな。うん。サテライツ。これ覚えておいてくださいね。人工衛星。よいしょ。で、インスペースやから宇宙にってことや。宇宙に人工衛星を作ろうと、まあ、このビルドを建てるやけど、作るでいいですよね。作ろうと計画していますと。で、アンドやけど、アンドでやったらすぐ後ろ見てね。まあ、プロデュース言うて、これ動詞来てますから。アンドは、後ろのもんと同じタイプのもんつなぐから、前の動詞探しましょう。前の動詞は、このビルで。しかも、だって、プロデュース言うたら動詞の原型やったからな。だから動詞の原型探したら、ここにおるから。こいつ。だから多分、こことここをつないでるんでしょうね。こうちゃう。だから、人工衛星を作って、ほんで、produce energy there。そこでエネルギーを produce 生み出す。ですね。生み出すぐらい漢字書きます？こうやな。生み出す、これでいいんやったっけ？他の漢字なかった？そうやな、多分、生産の性能。まあでも、どうしよう、生み出す、こっちの生み出すはちゃうか。ちょっと待ってな。あのさ、こっちもあるやん、この、ああごめん、こっちは何が違うんすか言うて、まあどっちでもええか、どっちでもええか。はーい。じゃあ、ええわ。この赤い方でええわ、普通に。まあ、なんせ、エネルギーを生み出すために、あったことをか、計画していますよと。彼らは、人工衛星、宇宙に人工衛星を、まあ、作って、まあ、もしくは打ち上げて、まあ、作ってでええか、これはええわな。作って、そこでエネルギーを生み出すという計画をしていますと。はい。生み出すことの計画ってことね。The satellites built by JAXA will produce energy from sunlight. まず、ここのね、動詞は、この will、
will produce が動詞な。メインの動詞がここや。ここがメインの動詞やでと。ほな、この前の build ってなんやねんって話だけど、これは過去分詞や。分詞な。よいしょ。要は、あの前の名詞の修飾ってことよ。built by JAXA なサテライツってことやからな。これ分詞です。高知修飾とかいうやつですか、ね、後ろから前の名詞を説明するよっていうやつ。なんちゃらされた〇〇ってやつな。過去分詞やからなんちゃらされたや。もしこれがビルディングやったらなんちゃらしている〇〇になるってことやな。JAXA によって作られた人工衛星っていうふうに訳してあげてください、ね、ここ間違えて動詞って考えようにね。動詞はこっちの後ろの will produce がメインの動詞な。JAXA によって作られた人工衛星はエネルギーを生み出すんだよと。from sunlight と。太陽光やね。太陽光からエネルギーを生み出しますと。はい。で、but しかし、how will they send the energy to the earth? しかし、どのようにして彼らは、そのエネルギーを送るんだろうか。この to は矢印やな。to the earth。地球にや。そうやな。宇宙で生み出したやつをどうやって、地球に送んねんと。っていう話だね。in the form、これ間違えて from って読まないようにな。form な。フォーム形やで。フロムじゃないよ。フロムやったらな、R が先に来とうからな。In the form of microwaves or laser beams よね。これ特に主語動詞あるわけじゃないですけど、もうそのままマイクロウェーブとかレーザービームやでってことやね。の形でってことや。マイクロウェーブは、赤外線やったっけ。あのあれやもんな、レンジのやつやもんな。電子レンジ。マイクロ波。あ、違う、普通にマイクロ波でいいんか。マイクロ波でいきましょう。なら。マイクロ波や、マイクロ波。いや、レーザービームでってことだね。で、people on the earth will catch them。地球の人々、地球の人々は will catch、掴むんだよ。全部それらを、だからその送られてきた波やね、マイクロ波とかビームっていうのを掴むんだよ。With は何々ででいいでしょう。With big antennas、 大きなアンテナで掴むんだよ。Cold rectennas、 rectennas、この cold も、さっきのあのこの build と一緒な分子です、なんちゃらと呼ばれているってことや。これも分子やで、前の、アンテナの説明をしてるわけです。まあ、アンテナというか、ビッグアンテナね。こいつの説明になったんだ。レクテナズと呼ばれているやね。呼ばれている、なんちゃらされているやで。だって、受け身になったから。受け身っていうか、過去分詞やから、受け身的な訳をしてください。レクテナズと呼ばれている大きなアンテナを使って、この with は何々でとか、もしくは、何々を使ってでいいでしょう。使って。レクテナーズと呼ばれる大きなアンテナを使って、それらをキャッチするんだよと。What does this mean for the future? これは未来にとって何を意味するんだろうと。If the project succeeds, succeed 成功するな。はい、成功する。成功。やばいな。パッと漢字出てこんのどうかと思うんだよね。成功する。もしそのプロジェクトが成功したら、We will be able to get energy produced in space all the time。 今回分子たくさん出てきますね。これもまた分子な。この get energy、 エネルギーを手に入れるんだよに対してどんなエネルギーですかって言うたら、こっちの後ろの方から説明きとんで、こうね、これが分子や。Produced in space、 宇宙で生み出されたエネルギーってことや。いいね。Produced in space なエナジーってことやから。All the time、 いつもってことやね。いつでも。いつでも誰かがやな。のいつでも。All the time、 いつでも宇宙から、じゃあ宇宙で、生み出されたエネルギーを手に入れることができるんだよと。There are no rainy days。雨の日はないやね。there are やからあるやねんけど、no やからな。ない。ない雨の日があるってことは、つまりないってことや。雨の日もないし、no nights、
夜もないねんな。だってそらそうやん、宇宙空間やねんから別にな、ずっと太陽あるし、そこには、雨の日も夜もありませんっていう感じで、 There will always be sunlight。 そうやね、常に、太陽光がありますよと。 As long as the sun exists。 exist は存在するな、存在する。で、As long as、 これめっちゃ大事な熟語じゃないですか。これは何々する限りや、する限りってことやから、太陽が存在する限り、太陽光がいつもそこにあるんだよというお話やった。はい、ということで、とりあえずパート2ですねが終わりやわ。はい、お疲れ様でした。